私たちは北方の部隊で第一公社特化団長が多目的支援隊という組織を発案されまして、皆さんの地域の方の役に立つことなら何でもしようということでやってまいりました。基本的に私たちの任務っていうのは日本の防衛というところで、国であったり財産であったり土地であったりというところを守るというのが根本ですので、こういう形で、皆さんに直接そこのところの支援少しでもお手伝いできるというところについては、みんな当然のことと思ってやっています。